スターリングシルバーは銀の含有率925パーミル、割金75パーミルの銀合金である。内ナリコアテのスターリングシルバー製のパッケージ12世紀頃、東ドイツのイースターリングと呼ばれる貨幣鋳造家がイギリスで銀貨鋳造を教えて以後、この品位をスターリングと呼ぶようになり、1300年代にイギリスの法定品位となった。それ以来九百二十年まで、 イギリスの銀貨は925スターリング材で鋳造されてきた。その後は品位を500に落とし、1947年以降は、プルーフ貨幣以外に銀貨は鋳造されなくなったが、イギリスの通貨ポンドの正式名称は、現在もパウンドステルリングである。イギリス以外の他のヨーロッパ諸国の本位銀貨は、オランダが945パーミル。 ポルトガルが917パーミルの高品位材で、鋳造されたが、一般的には900パーミル材を用いる場合が多く、これをコインシルバーと呼ぶ。ステルリングという単語は、本物や信頼できるというような意味があり、イギリスの銀貨が法廷の純度を保っている意味から転用されたものである。一般的に925が一番流化しにくい。2012年のロンドン五輪のメダルも、 スターリングシルバーであるが、銀の含有率が965パーミル。残りの割金は、銅とより純度を上げたものになっている。スターリングは、適切な熱処理を行うと、自己効果性が銀合金中最も顕著であるために、貴族の富の象徴のテーブルウェアや家具調度品に利用されてきた。最近は、宝飾品に多く利用されている。 ソーシング用貴金属の品位区分を決めている ISO9202 と JISH6309 は925を銀の品位区分の一つに挙げている。また、造幣局の品位証明区分の中にも入っている。フルートの素材としてもよく利用されるが、この場合900から975パーミル程度の差がある。習慣的にすべてスターリングシルバー扱いされる。 サクソフォンなどでも利用したものがあるが、一般的ではない。ありがとうございます。